です。これはただの宝石ではありませんよ。ここの部分を見てください。金でできているのがわかりませんか？金の板にこんなにたくさんの宝石を乗せてるなんて。っていうか、これってわざわざレシピを使って作るものなんですか？もちろんです。今更何を言っているのですか？だってこれ、ただ金の板の上に宝石を散りばめただけじゃ、あれ。まさか、でもこれって。でも、普通はこんな材料で作るはずないし。どうやら、気づいたようですね。これ力士対何なのかを。ありえないと思うけど、一応言いますね。これって力ソードですか？その通りです。イオナッサル、ようやく気づいてくれましたね。これは純度の高い宝石や純金だけを厳選して使用した力ソードで、セレプリプソ紙というものです。性能はもちろんのこと、力ソード自体もここ以外では絶対に手に入らない超高級な一品です。こんなすごい力ソード、他の店でも売ってたら大問題ですよ。こんなにたくさんの宝石を豪快に使って、ちょっともったいない気がします。確かに、一般的に考えればかなり豪快な宝石の使い方をしていると思います。ですが、理由もなく宝石や金を使用したわけではありません。いえ、性能が上がるからつけたのです。理由は、イオナッサルならお分かりですね。まず金は、伝導率を高めるのに効果があります。それと、この宝石ってどれも純度が高いものを使ってるんですよね。はい。どれも宝石店ですら手に入れることが難しい一級品ばかりです。となると、普通に使用する材料よりも正確な振動を発することができますね。その通りです。しかし、そこまでわかってしまうとは、さすがイオナッサルですね。どうかしたのですか？一応、褒めたつもりなのですが。こんなにいろんな意味ですごいものを見たら、混乱しちゃって喜びたくても喜べませんよ。